皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。河合奈保子さんのデビュー当時を知る制作会社プロデューサーが次のように話します。当時は16歳で、中身はまだまだ子供でした。大阪の出身らしく、普段からよく笑う明るい子で、ファンの間では、なはは、という笑い声がおなじみとなっていました、と語ります。ひまわりのような笑顔にチャームポイントの刃、抜群の歌唱力など、多くの魅力を備えていた河合奈保子さん。しかし、強烈なインパクトは、やはりあの健康的なグラマラスボディだといいます。当時、雑誌などで交渉とされていた3サイズは、B84、W60、H84 でした。実際のバストサイズは90センチでいいから F カップぐらいはあったはず。下着のサイズがなくて苦労していました。ステージで踊りながら歌うと、すぐ下乳が半びっしょりになってしまう。2泊3日くらいの営業に行く時でも、ブラジャーが5、6枚は必要になるのです。当時はまだ奈保子さんの胸に合うサイズのブラが、なかなか売っていなかった。買うのは品揃え豊富な高島屋や三愛の地下。サイズが合うものを見つけると、一気に数十枚をまとめ買いしていました。色はだいたいベージュか白が多かったようです、と当時を知る芸能プロダクション関係者は語ります。実はバストの過小申告には理由があるのだそうです。デビューのきっかけとなった西城秀樹さんが出演していた CM、ハウスバーモントカレーの関係で、河合奈保子さんにも同じハウス食品の CM 出演が決まっており、巨乳を隠す必要があったのだといいます。ちょうどアグネス・ラムがブレイクした巨乳ブームの影響などもあって、当時はおっぱいが大きいというだけでいやらしいイメージで見られていた。食品会社からは、乙女のイメージというリクエストがあったため、なるべく巨乳が目立たない方向で売り出したんです。実際、デビュー当初は水着の仕事も一切、断っていましたからね、と広告代理店関係者が事情を話します。巨乳を隠すためには、こんな涙ぐましい工夫をしていたそうです。奈保子の歌は明るく元気な曲が多く、ステージ全体をフルに使って踊りながら歌っていました。ところがくるりと振り向いたりする振り付けをやると、おっぱいの重みで体が持っていかれてしまう。遠心力の原理ですね。それでバランスを崩してしまうこともあったので、仕方なくブラの上からさらしをぐるぐる巻きにしておっぱいを固定していました、と前室の芸能プロ関係者は述べています。それでも、規格外にビッグな胸の破壊力は抑えようがなかったそうです。頻繁にポロリ危機があったという、なんとも昭和らしいハプニングがありました。背中のチャックを上げて、一番上をホックで留めるタイプの衣装なんかを着ると、しょっちゅうホックが飛んでいました。ステージに出るときは、いつもスタッフが舞台の袖に安全ピンを持って待機していました。奈保子も手慣れたもので、歌いながらホックが飛んだのがわかると目で合図を送ってくる。踊りに合わせながら舞台の袖に行き、間奏などの間にピンで応急処置をしていました、と涙ぐましい努力を重ねていたことがわかります。これだけの巨乳を隠すとはもったいない話ですが、清純なキャラクターの下に豊満な肉体を抑圧するというアンビバレントな状態が、河合奈保子さんの特別な魅力につながっていたのかもしれません。また、河合奈保子さんが誤って文字のごとく奈落の底に落ちたのは1981年10月のことでした。5日夕、東京・渋谷の NHK ホールでは7時から収録が始まる人気歌番組、レッツゴーヤングのリハーサルが行われていたといいます。河合奈保子さんは同じ事務所の先輩、西城秀樹さんの楽屋で談笑していたのですが、7時過ぎに河合奈保子さんを呼び出すアナウンスを聞いて元気よくステージに向かったそうです。4時20分、進行係の出番ですの声に促されて、舞台の下手から指定されていた位置へと飛び出すように駆け出していきました。指示のあった河合奈保子さんの立ち位置は深さ4メートルの奈落のすぐそばでした。彼女は視力 0.06 の近視だったそうですが、体質的にコンタクトはつけられなかったのだそうです。しかも、ステージは本番前で薄暗かったのです。ちょうどモニターを見ていたバックダンサーは瞬間的に河合奈保子さんの姿が消えたのを見て、何が起こったのか、といぶかったといいます。近くにいたスタッフは突然のキャーという悲鳴に驚いたそうです。河合奈保子さんが場所を見誤り、行き過ぎて奈落に転落したのでした。奈落には、
ステージに大道具を押し上げるセリという装置の準備をしようとしていた大道具の係員がいました。彼は真っ逆さまに落ちてくる河合直子さんをとっさに受け止めようと動いたのですが、間に合わず自分の肩に当たったそうです。河合直子さんはそれがワンクッションになって腰から床に落ちました。この時点で河合直子さんは意識を失っていました。共演者としてその場にいた田原俊彦さんや松田聖子さんもこの事態を目の当たりにして顔面蒼白になったといいます。すぐ救急車が来て近くの病院に運び込まれ、レントゲン検査を行いました。第一腰椎圧迫骨折で全治2ヶ月の診断でした。ほんの少し打ちどころがずれていれば半身不随になってもおかしくない重傷だったそうです。この後しばらく寝たきりの生活を余儀なくされ、43日間の入院生活を送っています。幸い後遺症はなかったのですが、この活動休止は11月下旬まで続きました。そしてこの休養中に暮れの紅白歌合戦への初出場も決まっていました。紅白の会場も事故が起きた NHK ホール。河合直子さんはリハーサル中までは事故の記憶と恐怖感が抜けなかったというのですが、本番では吹っ切れてスマイルフォーミーを持ち前の笑顔で歌い抜きました。河合直子さんは事務所が主催した秀樹の弟妹募集オーディションで優勝して、1980年6月に大きな森の小さなお家で歌手デビューしています。爽やかな笑顔と元祖巨乳アイドルと言われるほどの豊満なバストでファンを釘付けにし、1980年代前半には松田聖子さんと並ぶトップアイドルとして活躍しました。1985年頃からは作曲も行って、作曲家としても高い評価を受けていました。1996年2月にはヘアメイクアーティストの男性と結婚し、翌年第一子誕生を機に芸能活動の停止を発表しています。俳優の内野聖陽さんは結婚と離婚の経験をしています。ダブル不倫しているところをフライデーに撮られ、そのお相手が河合直子さんだったという噂があります。内野聖陽さんは元宝塚トップスターの一路真紀さんと2006年7月に結婚されていますが、2011年には離婚されています。お二人の出会いは2000年のミュージカルエリザベートで内野聖陽さんが一路真紀さんの相手役を演じたことがきっかけのようです。初めは共演者としての付き合いだったそうですが、俳優として心を込めて演じている内野聖陽さんに一路真紀さんが好意を持ったと言われています。2001年と2004年にも同じミュージカルで共演され、お二人の距離は縮まっていったようです。2006年10月には娘さんを授かっています。名前はリオさんというそうです。一路真紀さんは当時41歳と高齢出産であり、また結婚から出産までの期間を考えると授かり婚ではないかと思われます。その後一路真紀さんは主婦業に専念することを決意し、女優業は無期限付きの長期休業することを発表しました。ですが幸せな生活は長続きせず、2011年8月に離婚することになりました。娘さんは一路真紀さんが育てているようです。一路真紀さんとの結婚生活は長続きしなかった内野聖陽さん。もともとお二人は喧嘩が多かったと言われており、俳優業に関しては役にのめり込む内野聖陽さんは娘さんの夜泣きも負担に感じてしまい、またものすごい亭主関白だったこともあって家庭での生活がうまくいかなかったようです。2010年には別居生活が始まります。離婚の決め手となったのはフライデーで内野聖陽さんが人妻とキスしている画像が報じられたためのようです。フライデーによるとただのキス画像ではなくディープキスだったようです。また2人で車に乗りホテルに入っていったこと、さらに内野聖陽さんは飲酒運転していたことまで分かっています。またフライデーで報じられたこのダブル不倫の相手の女性ですが、噂では元アイドルの河合直子さんという情報があるのです。ですがお二人は共演されたこともなく接点がありません。内野聖陽さんの不倫相手は一般女性と言われていますので、このことからも河合直子さんは当てはまりません。河合直子さんのご主人はヘアメイクアーティストでお店を経営されているのですが、もしかするとそのお店の従業員だった女性が内野聖陽さんの不倫相手だったために変に噂が広がってしまったとも考えられます。おしどり夫婦として知られている河合直子さん夫妻ですので、
フライデーされた不倫相手が河合直子さんという情報はデタラメと言ってよいでしょう。ダブル不倫の前にも他の女性と旅行しているところを目撃されている内野聖陽さん、当時の一路真紀さんのお気持ちを考えると本当に心が痛みます。内野聖陽さんについて調べてみると再婚相手についての噂が出てきます。一人目は離婚された一路真紀さんです。離れてみて実際に娘さんと会えないことがどれほど悲しいか痛感したようです。今では時間のある限り学校の行事に参加されているようです。娘さんも内野聖陽さんのことが大好きなようですが、一路真紀さんが再婚相手ということはなさそうです。娘さんのために一緒に過ごす時間を作っているように感じます。再婚相手の2人目に上がっているのが女優でグラビアアイドルでもある橋本真奈美さんです。交際しているのではという噂が飛び交っているのです。噂の発端はラストキスというテレビ番組で共演したことだそうです。出演者がキスについて語り合う番組なのですが、橋本真奈美さんは当時交際していた人気俳優とのキス体験について話していたそうです。番組の中で相手の俳優の名前を明かすことはなかったのですが、内野聖陽さんは少しにやけながら橋本真奈美さんの話を聞いていたというのです。ですがお相手の方は人気俳優で名前は6文字ということで、内野聖陽さんは当てはまらないのではと言われていますが、別の番組で橋本真奈美さんは40代の俳優 U さんに口説かれたことがあると話しており、お二人の噂が広まっていきました。しかし実際交際されているという確証もなく、橋本真奈美さんはその後ご結婚されています。今のところ再婚相手はいないのではないかと思われます。さて2013年頃、河合直子さんの元所属事務所関係者は2年ほど前に突然直子から娘が音楽の勉強をしていて日本で活動させる話があると連絡がありました。結局ご主人の知人を通じてデビューするようですが、彼女も奔走していたみたいですと述べていました。河合直子さんの長女でシンガーソングライターの加穂さん、当時14歳が CD デビューしました。デビュー曲エブリーヒーローは同年10月クールの連ドラミスパイロットの主題歌に決定しました。当時話題を呼んでいました。1997年4月に長男、1998年11月に長女を出産し、その後はオーストラリアに移住し芸能界から姿を消していました。いかがだったでしょうか。今回は河合直子さんのアイドル時代の伝説や近年の動向について見てきました。実は芸能界と距離を置いている間も芸能界復帰を望む声は多かったそうです。しかしフラッシュ2010年11月9、16日号でオーストラリア生活を直撃取材された彼女は芸能界復帰について聞かれこう語っていました。しばらくは子供の世話をやっていてだいぶ大きくなってきたんですけど、まだまだ一緒にいられる時間があった方がいいかと思いますねとしています。スータの歌手復帰オファーを断り、芸能界と距離を置いてきた河合直子さん、しかし彼女は娘を歌手デビューさせるために英才教育を施していたというのです。アイドルとしてデビューした河合さんですが、後年はシンガーソングライターとして活動していたほどの実力派。2006年にはピアノ演奏 CD を発売するなど音楽活動自体は続けていました。そんな中、当時6歳の娘が見よう見まねでピアノを弾く姿にして光るものを感じ、手取り足取り英才教育に取り組んできたそうですと音楽関係者は語っています。そこにはアイドル時代の辛い過去も影響していたようです。1989年に有刊誌のインタビューで彼女はデビュー当時をこう振り返っていました。水着の撮影も多かったですね。またかって感じでした。でも嫌だとか自分はそんな歌手じゃありませんとか、いくら口で言ってもダメなんです。結局自分で何かやって初めて人に認めてもらえるんですとしています。娘には自分が願う音楽活動をさせてあげたい、そんな気持ちが彼女を突き動かしていたのかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。